皆さんおはようございます。今日は6月1日、午前10時、国会の中庭におります。実は昨日大変な騒ぎがございまして、本会議は夜の12時まで変わりました。経済産業委員長の解任決議案の賛否を取って、それがまあ当然のことながら否決をされたわけでありますけれども、その後農林水産大臣の罷免決議案、これも採決の末否決されました。そしてその後郵政法案、これは実は前日に強行採決をしておりまして、小泉さんが郵政を開会するときに約120時間の審議を国会でやりました。それを今回5時間余りの時間しかかけずにですね、採決をしてしまう。あまりにもこの審議時間差がありすぎるということが一つ。それから、まあ、前回小泉さんの時はですね、結局国民に信を問うといって、総選挙までやってしまったわけですが、ありますから、それをなんで5時間ぐらいの審議で終えるのかと、こういう不満が我々野党にはあったわけであります。強く抗議をしましたけれども、先週の金曜日ついに強行採決されました。これの本会採決が昨日衆議院で行われたわけであります。まあ結果としては、郵政職員の正規社員化と、そして何よりも郵貯の預かり限度額、今1000万ですが、これを2000万にしまして、そして簡易保険の方、これは金額は今1300万ですが、それを2500万までほぼ倍に引き上げるという法案でありまして、これをやれると銀行、まあメガもそうですが、特に地方銀行、地銀、それから信用金庫、信用組合、あるいは農協、漁協、こういった時の金集めが非常に苦しくなる。というのは、今銀行に預金をいたしますと、1000万しかいざという時の保証はないわけでありますけれども、郵政は言ってみれば国有でありますから、2000万にされますと、皆はそちらへ金を預けるだろうと、こういうことであります。ですから、この法案が通りますと、民業圧迫ということにつながると、我々はそう思っておりまして、そういうことで、大いに議論をして、その理解を深めた上で、採決に臨みたかったんですが、そういう時間を与えてくれませんでした。結局、今の民主党は、一日も早く法案を処理し、7月10日の参議院選挙を目指して、全てを選挙のために仕向けていると、こういう状況であります。折しも6月から、子ども手当1万3000円が支給されます。それもまた彼らの選挙に役立つんだろうと思って、彼らは急いで、しかも最初の支給を、何も私は10月でもいいと思いますが、あえて6月にしたのは7月に選挙があるからだと、こういうことであります。今の政権、鳩山政権は小沢氏の強い指導のもとに、相当選挙に向けております。このことがやっと最近、国民の間にこれではいけないと、こういう感じを持って、来てもらっていると、こんな感じがいたします。現実に私が地元で、駅頭道で演説しておりましても、頑張ってくださいという声を若い人たちから声をかけられることが非常に多くあります。このままでは自分たちの将来が危ない、こういう危機感を持っているんだと思います。一番分かりやすい例が普天間の問題であります。もともと名護市の沖合に臨時滑走路を作るということで、良好整備を約束した案であります。ところが昨年の衆議院選挙に、民主党は沖縄から基地を取り去ると、こう言って沖縄の人を喜ばせ、票を稼ぎました。しかしやってみたけれど、結局は我々自民党はアメリカと約束したと同じところに戻ってきたわけであります。全然約束違反であります。選挙に勝つためには何作り話でも何でもいいから、好き勝手なことを言ってるというのはこの今の政権であります。このように、大きい外交問題で、失敗をし、そして、マニフェストで約束したことはほとんど実行されない、
そのために国民が横を向き出しまして、今日にも鳩山政権は退陣戦ではないかという噂が飛び交っております。いずれにしろ我々はもっと落ち着いた国民に安心感を持ってもらえるような政治、そして夢のある政治をしなきゃならない。一日も早くこのど素人政権を潰しまして、本来のあるべき政権に復帰させなきゃいけないと、このように思っています。我々自民党は、いろいろ欠点もたくさんあります。しかし欠点は直しながら国民に対して信頼と、そして希望の持てる政治を展開していくことが一番大事だ、このように思っております。ゴールデンウィークアメリカ行きましても、もや鳩山政権のことを言いましてもゲラゲラ笑って相手にしません。これこそ、ことこそ日本の国の価値を大きく狭めていると私は思います。私の政治の信条は、夢の実現、それが政治だということを、政治だということを常に言っておりますけれども、日本国としての、あるいは日本国民としての夢があるはずであります。世界から尊敬される国づくり、それがやっぱり一番大事だろうというふうに思います。この後今日あるいは明日、議長の不信任決議案が出るかもしれません。そういう非常に緊迫した状況に包まれております、永田町であります。国会の前から報告させていただきました。